うわっと、アウトしますか。ここまでです。前に出ていくヘズマリュウ、来ました、来ました。残しました。レイノスケ、クボ、青クボタに入りました。以上、オーディションの選定会ということで始めさせていただきます。今回の6月4日にオーディションがあるので、メインでそこに俺を絶対的にオーディションに呼べ。マジでパキスタンという国のスラム街で育ちました。 TikTok の男代表として布教者とやりたいです。なんか本当はその茶番とかじゃなくて青汁オーディションみたいな。完成というより悲鳴が飛び散ると思います。特に口だけ、ウリタさん不良界ではカリスマかもしれないです。相撲で培った修行生活をしています。三永武です。機動隊グリーンジャブ隊に所属して。あ、PR を見てで気になる人スパーリング見てみたいな感じにします。パキスタンという国のスラム街で育ちました。高校卒業後3度のリストラに遭い、職を失い、バイク事故に遭い、家を追い出されて人生のどん底にいます。自分の人生を本気で変えたいです。よろしくお願いします。やっぱこういうの見るだけ全然違うよね。ストーリーは ありそうですね。まあ、強い人と当たりたくて、まあ、正直ウリタさん本当にインドを渡すんで、全然1分じゃなくていいです。全然3分でもやれますよ。体力あるんで。花ありそうですもう俺の人生はもう常に刺激が欲しくて、生きがってるやつがボコボコにされる姿は視聴者側も待ってると思うんで、そんな試合を届けたいです。オーディションでいいじゃないですか。でもレスリング強いならいいんじゃないですか。いいですね。まあ、MMA リーグならいい。確かに。あんなパフォーマンスばっかしてね、あのコメオとか実力じゃなくて口だけでね、まあ、出場できたようなものじゃないですか。ちょっと本当コメオね、ほんと一発ぶっ飛ばさないと、ちょっと気が済まんということで、おいコメオ。聞いてるか。あ、逃げんなよ。はい、ということで。いいじゃないですか。入れ墨入れてるやつって大概気合入ってない、根性ない、気弱いやつが入れてる。だからこれマジックで書きました。うん。もういいじゃないですか。いいじゃん。5でいいよ。盛り上げてくれそうです。そう。俺は今26歳で無職。うん。何もやってねえよ。な。で、ほら、このブレイキングダウンのオーディションが始まった時に、来た。これ俺のもんだと思ったよね。なあ、今世界的に有名な、あの、フェイム MMA ってあるだろう。俺、それも超える。世界的にもくっそ有名な格闘技団体にする自信があるから。なあ。なあ、日本でよ、このブレイキングダウンが世界的に有名になってみ。なあ。くっそ面白いだろ。なあ。俺マジでブレイキングダウン看板選手になるし、俺がブレイキングダウン出たらくっそ面白いぞ。なあ。オーディションで戦わせてみたいですね。職業は天才を18年間やってます。圧倒的天才です。女性オーディション結構鍵になると思うんですよね、今回。ね。アクション女優を目指してフリーで記者活動してます。いいな、ちゃんとしてる。ちゃんとできる。ビリビリやろ。
天然 H カップのグラビアアイドルとダンサーとインフルエンサーしてます。未来です。でも人気でそうっすよね、なんか私の名前は白花コウと申します。現 AV 女優をやっていて今年31歳になります。カイさんですか？いいと思います、はい。カイ君、こういう子が好きなんだ。いや、全然違う。なんか試合数をたくさん組むのはちょっと怖いですけど、うん、オーディションはたくさん、ね、オーディションはいた方がいい、ね、うん、盛り上げた方がいいじゃないですか。いいじゃない、こいつ。はい、7月17日に迫った、ブレイキングダウン5の、オーディション開催していきたいと思います。強くないのに小宮山さんがすごい張り切ってて潰しに来ました。おいでや、おい、ウリタさんは君だけ。中学校だった頃、見張りにボコられてて、その借りを返しに来ました。売名目的で手出してくんじゃねえよ。まあでもストーリー的には面白いですね。出てくれるんですか？マジだね、マジな人来たよ。警棒持って暴れてるやつがいて、さっき僕止めたんですけどね、止まんないんですよ。ちょっと止めいきますか、じゃあ。Uh-huh.